日本のバブル崩壊時よりもひどい中国経済、中国の今後のシナリオを考える必要がある。公務員の給料が25から 50% 下がっている。アメリカの輸入相手、中国が17年ぶりに首位転落。米商務省が2月7日に発表した2023年の貿易統計によると、アメリカの輸入相手で中国が17年ぶりに首位から外れた。また、日本や韓国、ヨーロッパなどでも中国への貿易依存度が下がっており、2023年までの5年間で中国貿易に占める各国の比率は 0.1 から 2.5 ポイントほど下落した。日本のバブル崩壊時よりもひどい中国経済の現状。奥山、知り合いのハーバード大学のシンクタンク研究員が2ヶ月ほど中国へ調査に行ったそうです。東京で飛行機を乗り換えるということで、その際に会いました。その時聞いた話では、中国は完全にバブル崩壊の状況で、下手をすると日本の時よりもひどい状態だというのです。新業、日本のバブル崩壊よりも？奥山、彼は中国で現地調査を行っているのですが、現地の通訳を雇っていろいろな人に同じ質問をするのです。あなたの今の給料はここ半年くらいどうですか？この先は明るくなると思いますか？中国経済を全般的にどう思いますか？などいろいろなところで質問する。しかもお店のオーナーのような人だけでなく、一般に働いている人や屋台の人たちも含めて、とにかくいろいろな人たちに話を聞くそうです。公務員の給料が25から 50% 下がっている。奥山、工業化されていて農業も豊かな全国平均の都市のようなところがあるではないですか。日本で企業がマーケティングを行うときは、よく静岡をモデル都市にしますが、そこでのデータを全国平均にするのです。彼の場合、北京の下の方に電車で3時間ほど行くと河南省がありますが、そこでいつもインタビューするそうです。新業、河南省をモデル都市として。奥山、彼は2023年3月から5月にも調査しているのですが、わずか半年くらいの間に経済状況がとんでもないスピードで悪化していたのです。公務員の人たちの給料が平均25から 50% 下がっているそうです。新業、たった半年で。奥山、ひどいところだと給料も払われていない。彼は中国版の新幹線でいろいろなところに行くのですが、ほとんど乗っている人がおらず、今まで外国人が来ていた上海などの団都市でも、夜7時半になるとお店が閉まってしまう。本当に彼らがお金を払えないような状況に陥っているのです。単純に言うと、我々のすぐ隣に経済的なブラックホールができているような状況だと教えてくれました。これから中国はどうなるのだろうかというシナリオを考える必要がある。奥山、これから中国はどうなってしまうのかというシナリオを我々は考えなければいけないと思います。なぜこれほど中国にお金がないかというと、一つには不動産の問題があります。今まで彼らは家計資産の約8割を不動産に突っ込んでいました。その不動産が飛んでしまい、なおかつ購入したマンションの建設も止まっている。資産の約8割の価値がなくなったような状態です。それに加えて給料が半分になるという状況が、大多数の人に出ています。ダボス会議で中国への投資を訴えた李強首相。奥山、先日スイスでダボス会議が行われましたが、そこで中国のナンバー2と言われる李強首相が中国に投資してくださいと演説したのです。ダボスには中国側の経済官僚などがたくさん来ていたそうです。自分たちの国がバブル崩壊時の日本以上に悪い状況だと分かっているからこそ、外交において
積極的に投資してくれと言いに来たのではないかと言われています。新業、営業しに行ったということですか？奥山、そうかもしれません。ところが、ダボスでは政治的リスクが大きいので、冷たくあしらわれたようです。そう考えると、日本にもこれからデフレ圧力のようなものがかかってくるかもしれません。外に対して意外におとなしく出るのか、それとも積極的に出るのかはわかりませんが、今後いろいろな動きが中国から出てくることは、ある程度想定しておく必要があります。中国からの訪日客も減少。新業、そのような状態で春節を迎えようとしています。いつもだと大移動というような見出しが出ますが、今回はどうなるのでしょうか。奥山、外に対してはまだ中国経済はいいですよとアピールする部分はあると思います。ただ、先ほどの研究員の話を聞くと、そんなにお金を使えるような状況ではない。中国からの訪日客も相当減っていると聞きます。そのような意味では、中国はこれから消費に対して慎重になる状況は避けられないと思います。中国はもはや投資に値しない。リスクが大きすぎるし、統計も信用できない。習近平以降、北朝鮮みたいな国になり、先行きも期待できない。外貨不足と景気悪化で、ダンピングによる輸出や貿易黒字の拡大に活路を見出そうとするだろうから、西側諸国で結束して関税引き上げやサプライチェーンの遮断など対抗策を準備しておく必要がある。中国不動産業界に変化が、日本の気配り商品に勝機。中国では2月10日、旧暦の春節を迎えました。その中国の景気減速の足かせとなっているのが不動産業界ですが、今大きな変化が起きています。日本流の気配りが効いた商品で、チャンスをつかもうとする日本企業を取材しました。春節を迎えた中国、上海、ユイユアンという観光地にやってきました。春節ということで、本当に多くの人がやってきています。上海支局の菅野洋平記者。人々のお目当ては、干支の竜。中国で竜は繁栄と幸運の象徴で、干支の中で最も縁起が良いとされています。人々に話を聞くと、竜の群れが舞い上がり、明るい未来が待っている。国の経済ももっと発展していくと期待する声が上がる一方で、特に期待していない、消費はいつもと同じで変わらないとの声も、様々な思いが入り混じる中、今年も中国経済で最大の懸念となるのが不動産産業です。1月には経営再建中の不動産大手、中国恒大集団に、香港の高等裁判所にあたる高等法院から清算命令が下されるなど、依然として混乱が続いています。その一方で、ある変化も起きています。それが、上海市内にある、去年11月に完成した大きなマンション。使われていなかった工場を改装して作られました。こちらのワンルームは42平方メートル。ベッドが一つあって、主に独身者やカップル用。ベッドやタンスなどの家具に加え、家電もすべてついていて、家賃は日本円で6万円余り。相場と比べて2割から3割ほど安いと言います。その理由について、新業新副社長は、土地の取得オークションやリフォームの審査などで、すべて政府がサポートしてくれる、推奨手当も出ると説明します。こうした住宅は、保証制賃宅住宅と呼ばれ、住宅を借りることができない若者や、出稼ぎ労働者が主に入居しています。住人は資金も管理費も必要ない。政府が住宅問題を解決してくれるのは一番助かると話します。中国政府はこうした保証制賃貸住宅の建設を各地で後押し、低所得者を助けるだけではなく、建設を促すことで不動産関連産業の落ち込みを食い止める狙いもあります。中国で進むマンションに極化。その一方で、
富裕層向けの不動産で幕末もあります。南部にある屈指のリゾート地、海南島です。こちらは地中海をイメージして作られた町ということで、ユニークな植生に塀や壁はすべて白で統一されています。町を歩いてみると異国情緒に浸ることができます。菅野記者、そのうちの一軒を訪ねました。一見普通の家に見えますが、地上だけではなく地下にも部屋が作られています。さらに家の裏には大きな庭もありました。ただこの町の魅力は豪華な住宅だけではありません。町では音楽祭や映画祭を定期的に開催、文化の発祥地になっているのです。こうした付加価値が人気を呼び、新しい物件も次々に登場しています。実はここに日系企業は大きく食い込んでいます。それがパナソニックです。健康をテーマに設計された部屋には20種類以上のパナソニック製品が採用されています。自動洗浄のついた最新式のトイレに、エアコンはナノEの機能付き、さらにキッチンの家電や調理器具、そして建具もすべてがパナソニック製です。この引き出し式の食器棚はパナソニックの主力商品で非常に便利、中国で非常に人気がある。パナソニック中国北東アジア社のジョ・ワヘイさん、 3LDK でおよそ170平方メートルの価格は日本円で1億6000万円以上、日本生まれの気配りが効いた商品が受け入れられているといいます。